皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、払うフラを川井ルナです。今日はフラでクイズ第3弾になります。では今日もクイズを6問出します。でクイズが6問問題がを出してから回答に移ります。ではどうぞ。あのほなピリカイのヒント1番のイカラウキのキというハワイ語はどういう意味でしょうか。そのカベルの時 の, あのステップを踏む時の注意点を書いてください。このレイを触るこの仕草ありますよね。で、2回ずつ行く方行きましょうか。この時に、手を柔らかく見せようと思うと、リフトとプレスをどのタイミングでどういう入れ方をすればいいのか、白で答えてください。その、ホーヘノというハワイ語を日本語に訳すと、どういう意味になるでしょうか。ヘラは、一つ作るのに何拍使うでしょうか。また、重心移動するのは何拍目でしょうか。こういう動きが4番の最後に出てきますよね。で、この意味は、まあ、いろんな使い方をされる場合がありますが、今回はどういう意味で使われているでしょうか。木ですよね。木はこのような葉っぱになります。ティーリーフの葉っぱですね。で次、カベルの注意点ですが、カベルは上半身を後ろ足を使って移動させるというのがカベルの醍醐味になります。前足で上半身を引っ張らないで、後ろの足を使って上半身を前に運びましょう。では、レイを触るの回答をいきます。レイを触るは、はじめリフトで構えといて、プレスで1,2,3,4,5,6,7 です。ですので、奇数のカウントでプレスに入り、偶数のカウントでリフトに入ります。では、次の回答です。ホーヘノは、大切にするとか、可愛がるとか、そういう意味でしたね。ヘラは2拍で1つの塊です。図を書いて説明しますね。このように、ヘラは2拍で1つのまとまりになります。で、1拍目は足を前に出すカウントです。で、2拍目は重心移動のカウントになります。次の回答です。この手を一周回す動きは、ずっととか永遠とかそういう意味になります。いかがでしたか？楽しんでいただけたでしょうか？今日はフラでクイズ第3弾。をしました。ありがとうございました。